どうも、まわです。今回のテーマはこちら。じゃじゃんコーシーの積分公式と周回積分の公式これのご紹介です。はい、前回の積分経路変形の原理と多重連結領域この考え方を駆使してこの公式たちを証明していきます。このコー,シーの積分公式と以前紹介した コーシーの積分定理は異なるものなのでご注意ください。では次の動画をどうぞ。はい、では早速複素関数論の第10弾、コーシーの積分公式と周回線積分の公式こちらをご紹介していきます。はい出ましたね。周回線積分 CZ マイナスアルファ分の FZdZ イコール 2πi F カッコアルファになるというこの格子の積分公式ですねめちゃくちゃ有名ですそして周回線積分の公式ですねこちらも上の格子の積分公式の仲間ですはい周回線積分 C の Z-α マイナス分の 1DZ イコール 2πI ですで、この FZ の部分が1になってますねなのでここの Fα の部分も1となっているのが周回線積分の公式です はい実際に次のようなことが言えます C を複素平面上の点 α を含む2意の単純平曲線としますそして平曲線とその内部の領域 D で点 α 以外で f z z α 分の1は正則関数だとしますすると次のような式が成り立ちますはいこの全体ですねこれは別にこの点 α では正則ではないですねこれ全体は。 しかしそれ以外では正則関数だと考えますつまり得意点を持ちますねその場合ははい次のような周回線積分 c z フ α 分の 1dz イコール 2πi になるということになりますはいここですねこちらですこちらに注目してください得意点を持つ場合は 2πi として式が存在します0にはなりません講師の積分定理では0になりましたね その回これはゼロにならならいといいう特徴がありますはい、ちなみに微分可能と正則っていうものは関数 w=fz イコール F z が領域 d 内の全ての点 z で微分可能である時関数 w=fz イコール F z は領域 d で正則であると言いますはいそして次に c を複素平面上の任意の単純平曲線とし平曲線とその内部の領域 d で fz は正則関数であるとしますすると 領域 D 内ののの点で次のような式が成り立ちますそれがこちら周回線積分 C の Z マイナス α 分の FZDZ イコール 2πiF 括弧 α ですねはい今回はですねこちらこの FZ はあの領域 D 内では正則でないといけませんさっきはここが1でしたねしかしこの上の部分は正則でないといけないけどここ全体ではもちろん正則ではないですね 特異点が存在すするからですはい、これの積分の値っていうものはなんと 2πiFα となるというのが公周の積分公式ですねはいめちゃくちゃ大切ですこちらでも微分可能と正則の解説をしてますねまず周回積分の公式から始めていきます周回積分 C の z フ α 分の 1dz イコール 2πi の証明ですはい、 ルフ α の周りの任意の単純平曲線 C というものはその C を囲む大きな円 C0 ですね。これを取ることができます。円の半径 R を十分に大きく取りますね。はい。すると二重連結の積分の性質により次のことが成り立ちますね。はい。二重連結や単連結の性質とかこの積分経路を変更しているうですね。こ変形してますね。 はい、これによって周回線積分 C の Z マイナス α 分の 1DZ というものは周回線積分 C0 の Z マイナス α 分の 1DZ このようにですね積分経路を変形していますこれは第9弾で詳しく解説していますねはい、こちらの動画でぜひご確認くださいなのでこのように積分経路を変形できることから次のように C0 というものは中心 α 半径 R の円 ですね、もちろん C0 も単純平曲線ですねこれに変形できることからはい次のように C0 を z r かける e の i タ乗プラス α 括弧0から 2π までとしますねこの時 dz っていうものは IRE の i タ乗となってますねそして Dθ が来てますこれですね両辺を微分してますこちらをすると α は消えてこの I だけがこちら側に降りてきます そししてこのようになりましたはい以上によりなんとこの式っていうものははい積分経路変形の原理によってこのように積分経路を変形できますねそしてなんと置換積分ができますはいこれですね z-α の部分は α が -α と作用して消えて re の i ジョだけが分母に残りますそれ分の1ですねそれがこちらです で、dz の部分は、こうですね。このように、ire の iθ 乗 dθ となりますね。はい。するとですね、ここの部分が、約分されて、なんと i だけの積分になります。従って i だけを積分してあげると、icθ となって、2π と0が来ますね。あとは 2π と0を θ に代入してあげると、なんと、2πi が出てきました。はい。周回積分の公式が出てきましたね。 以上により周回積分の公式周回積分 C の z フ α 分の 1dz イコール 2πi が成り立つということを確認できましたはい、次に項式の積分公式周回積分 C の z フ α 分の fz dz イコール 2πiF 括弧 α の証明をしていきたいと思いますはい、まず周回積分 C の z フ α 分の fz dz っていうものは周回積分 C の z フ α 分の カッ Fz-Fα として、プラス Fα のように、このようにあえて、このように増殖させます。もちろん、計算すると0なので、元に戻りますね。なので、このようにあえて増殖させることによって、次のように、このように分けることができますね。z-α 分の Fz-Fα の部分ですね。こちらの部分と、そして、この右側の部分ですね。 z-α 分分の fα ととけることができますはいそして Fα はこのもう定数ですねもう z とかないのでこう外に出してあげますするとここの部分っていうものは周回積分 c の zα 分の 1dz となりますねそしてここですね 2πi となりますこれは周回積分の公式によってこのようになりますで左側の部分はまだまだ計算されてませんこのままですね はい、以上により周回積分 C の z α 分の f z f r d z プラス2 π i f α となりますそしてはいここですねここの部分はもう出てますねしたがってここの部分が0になることを示せば晴れて公子の積分公式を出すことができますねはいここで領域 d で fz は正則であるので領域 d 内の点 α で連続であります よって、イプシロンデルタ論法が成り立ちます。はい。こちらのイプシロンデルタの動画、こちらもぜひご覧ください。このようにですね、任意のイプシロンですね、正のイプシロン。どんなイプシロンでも、次のようなデルタが存在します。それはどういうことかというと、すなわち、こういうことです。デルタよりも、Z と α の距離を小さく収めることができるなら、 fz と fα の距離をイプシロン未満に抑えることができるそしてそのようなデルタを必ず存在させることができるといったような感じでしょうかはいまた周回積分 c の z-α 分の fz-frdz っていうものは点 α を囲む単純平曲線 c を中心 α 半径 r の円 c 0に変形してもいいですね こちらは積分経路変形の原理から言えます。なので C0 を Z イコール r かける e の IC 乗プラス α とします。はい。変えてないですけども、θ の範囲は0から 2π までの実数とします。そして両辺を微分した dz イコール IR の E の IC 乗 Dθ を取ります。そしてこの R はデルタよりも 小さく取りますこのようにとるとうまいこと証明ができますこの時のデルタはどんな性のイプシロンに対しても絶対値 fz-α をイプシロン未満に収めるとなるようにとることができますねはいこちらは連続性であるから言えますはいちなみに図で説明するとこんな感じになります z 平面がありますねそして点 α の付近に点 z がいます そしてこの金棒はデルタですねデルタの内側ですその内側に半径 R の NC0 がいますこれが積分範囲の感じですねはいそして F によって移された W=FZ の平面上ではイプシロン未満に FZ が収まってますこの Fα の付近にですねこのようなデルタっていうものを存在させることができるっていうのが連続性の正体でしたね 今回は連続であることからそれを言うことができますはいそして z-α 分の fz-fα は点 α を除く領域 d 内で生息でありますよって絶対値周回積分 c の z-α 分の fz-fα dz っていうものははいここですね積分経路 c0 に変形しておりますそしてこちらですね z-α っていうものは re の iθ 乗となりましたねこちらですね こちらによってはいこのようにマイナスアルファで引かれて r の e の i タ乗となってますそして z は z 括弧シーターとなってシーターの関数となってますねそしてマイナス f ファはそのままそしてこの dz の部分は置換積分によってこのように変形されてますねそれがこちらですさらにシーターになっているので積分経路は0から 2π に変わってますこちら注意してください はい。そして、次のような不等式は成り立ちます。まず、ここ、約分できますね。さらに、i は絶対値の外側に出すと、1になりますね。そして、i は絶対値 i が、そのまま1になることから、はい、i も消えてます。なので、上の分子の部分だけが残ってますね。そして、実数の dθ なので、こちらは次のように、絶対値を中に入れることができます。それは、この積分のこの、 変数の部分が実数である場合に言えます。それはこちらの不等式を利用しました。これの証明は最後の方にご紹介いたします。はい、ここで R はデルタ未満でしたね。これを満たすように R を取っていたことから、C0 乗の任意の点ゼータっていうことなんですけども、C0 乗の任意の点をゼータとします。するとこの C 上の点ですね、それはすべてァとそのゼータの距離は、 半径なので R で R したね。それはデルタ未満を満たしますね必ずはい従って以上から全ての0から 2π の間のシーターに対して絶対値 z ファというものはイプシロン未満に収まりますゆえに絶対値 fzθ-α というものはイプシロン未満に収まりますはいよってこちらの式は成り立ちますね 周回積分 C の Z マイナスアルファ分の FZ マイナス F アルファ DZ っていうものははい次のようにこの黄色の不等式によって絶対値の中に入れ込むことができてさらにここの中の部分はイプシロン未満に収まるからこのような不等式が成り立ってさらにこちらを計算するとただただ 2π が出てきて 2π イプシロンとなりますねはいこれはイプシロンは任意の正の数なのではいこの 2π イプシロン 以下となってますねこちらがなのでこの式ですねこれは0に収束することが分かります。はいはいということでこちら0に収束することからこの中身の部分も0にもちろん収束しますね。はい以上から項式の積分公式周回積分 C の z α 分の fzdz っていうものは 2πiFα になるっていうことを具体的に証明することができました。 ちなみに式の途中で出てきたあの絶対値を中に入れ込むやつなんですけどもこれはこのようにして証明することができますまずインテグラル ABFTDT というものを次のようにしますこうですね絶対値インテグラル ABFTDT と外側に E の IC ター上をかけてますこれなぜかというとこうですねこの複素数というものはこのように表現できましたね その複素数の大きさかける e の iθ ーー上ですね。この e の iθ ーー上はオイラーの公式により、cosθ 足す i ンシー θ ーイイーーなので、これですね。極座標を示してますね。横に cosθ ーー行って、縦に θ ーー行く。そのような点ですね。そこの α の部分の長さが、ここですね。半径となってます。つまり、半径かけるの コサインシータ足すアイサインシータとなっていることからあの極座標形式を簡単に書いた形となっておりますはいそしてこうですねここの絶対値だけに注目してくださいまずこの e の i ータ乗ーを左辺に持ってきてあげますするとここに e のマイナス i タ乗ーとなってこちらの式がこのように生まれますねしかしはいここの中身の部分が変わってますね これはなぜかというとまたさらに中身の部分でこれを使ってます α イコール絶対値 αe の iθ 乗なんですけどもこの θ と被らないように今回は角度を φ としてます従ってこの絶対値について解き直した式がこのようになりますねなので絶対値の部分は次のように変形できましたそして e のマイナス iθ 乗っていうものはここ t の積分なのでそのまま 定数としてて中に入れてあげますするとこちらとこちら指数法則によって i の括弧ファイマイナスシーター上となってますねはいそしてこちらの部分はオイラーの公式によりこのように cos と sin で表現できますねしかしこの sin の部分ですねこ,こ i があるんですけどもこれ絶対値がついていることから実数なのでここは実質0ですなので考えなくていいということになります はいしたがってインテグラル AB 絶対値 FT コサイインファイマイナスシータ dt となりますそしてこのコサインの部分は1以下になることからこの全体はここですねここ1が隠れてるんですけどもこの1を含めたインテグラル AB 絶対値 FT dt 以下になることがわかりますね以上によりこことここですね したがって絶対値を中に入れるとそれよりも大きくなるかイコールになるかがわかりますね。したがって絶対値インテグラル ABFTDT 小なりイコールインテグラル AB 絶対値 FTDT これが成り立つことがわかりました。いかがだったでしょうかこれで講師の積分公式と周回積分の公式のご紹介を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。